こんにちは、ナオエテックのナオエです。今日は Python で LINE スタンプを連打して送信します。この動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーの提供でお送りします。コンピューターをうまく使えば LINE スタンプやメッセージを自動で送信することができます。今日紹介するやり方は Python の裏技的な使い方なので、くれぐれも悪用しないようにしてください。大量のスタンプやメッセージを一度に送ると、最悪の場合 LINE からアカウントがバンされる可能性もあるので気をつけてください。ではやり方を説明します。こちらの PyOutGUI を使って GUI 上での操作をプログラムから行うことで LINE を操作します。 LINE はスマホアプリではなく PC のアプリを使います。今回は Mac アプリでの動かし方を紹介します。 PyOutGUI の使い方は GitHub の readme を見てください。こちらに簡単な使い方の紹介がされています。次に main.py を用意します。そして PyOutGUI を pip インストールしてください。これでダウンロードできました。次に Mac のセキュリティの設定を変えます。システム環境設定を開いて、セキュリティとプライバシーを選択してください。次に上のタブのプライバシーを選択し、アクセシビリティを選択してください。すると右側にアイコンが並んでいるのが出てきます。そして左下の鍵をクリックして変更してください。その際パスワード入力を求められます。パスワードを入力したら、ターミナルのアイコンにチェックを入れてください。これで Python から Mac の GUI 上の操作をすることができます。次に App Store から LINE アプリをインストールしてください。App Store で LINE と検索すれば出てきます。Python のプログラムを書いていきます。main.py を開いて編集してください。まずメイン関数を定義します。試しに画面の横幅、縦幅を取得します。これを実行すると、画面の横幅、縦幅が表示されました。次にマウスの位置を取得します。マウスの位置はこのように、改革と取得することができます。プログラムを実行するとマウスの位置が表示されました。マウスの位置を変えて実行すると座標が変わっているのがわかります。次にこのマウスの位置を動かします。 move to 関数を使います。試しに実行してみます。マウスの位置が一応動いたんですけど、ちょっと分かりづらいです。アニメーションさせながら動かしてみます。移動時間、移動のアニメーションの種類を設定します。確認しやすくするためにスリープ関数を導入します。タイムもインポートしてください。スリープ関数を実行すると指定の秒数だけ待つことになります。これでデバッグがしやすくなります。画面録画では実際自動で実行しているのが分かりづらいので、実写でちょっと撮影してみます。このようにキーボード、マウスに触っていない状態でプログラムを実行します。しばらく経つとマウスポインターが自動で動いているのが分かります。これは Python の操作によって動かされています。このようにプログラムから Mac 上の操作をすることができました。次に LINE アプリでスタンプを送信します。そして送信したい相手のトークルームを開きます。上部に別ウィンドウで開くアイコンがあるのでそれをクリックします。PyOutGUI ではクリックもすることができます。LINE の Mac アプリではこのアイコンを選択するとスタンプ選択メニューが開きます。なのでこのアイコンの位置をまず調べます。それはこのアイコンの上にマウスポインターを置いた状態でマウス座標を取得すれば良いです。実行してみると座標が取得できました。この座標を
元にマウスポインターの位置を動かします。これは Move To を使えば良いです。そしてマウスをクリックさせます。これはクリック関数を使います。これで実行してみると自動でスタンプメニューを開くことができました。次にスタンプを送信します。同様にスタンプメニューから選択したいスタンプの上にマウスポインターを合わせます。そしてそのマウスポインターの座標を取得します。その座標を元にムーブトゥーして移動させます。そしてその場所でクリックすればスタンプを送ることができます。実際に実行してみると自動で送ることができました。実写でも確認してみたいと思います。ターミナルからプログラムを実行します。マウス、キーボードには触っていません。そして自動でスタンプメニューを開き、送信するとスマホアプリ上でスタンプが送られていることが確認できます。次にスタンプを連打して送信します。これは単純にフォーループを使えばできます。試しに10個スタンプを送信します。短時間で大量のスタンプを送信するとバンされる可能性があるので、スリープ関数を挟みます。スタンプを送信するごとに 0.5 秒待つことにします。実写で確認します。ターミナルからプログラムを実行します。キーボード、マウスには触っていません。同様にスタンプメニューが開いて送信がされています。スマホアプリで確認するとスタンプが連打されていることが確認できます。スタンプ送信をする関数を定義して今までの処理をメイン関数から移動させます。移動が終わったらメッセージを送信することを考えます。PyOut GUI ではキーボード入力も自動化することができます。一つ制限があって送信できるテキストは英語だけです。日本語は対応していません。試しにハローと送ってみます。キー一つ入力するごとにインターバルで設定した秒数を待ちます。LINE アプリでは最初からメッセージ入力欄がアクティブになっています。なのでクリックする必要がないです。そのままキーボード入力します。するとハローと入力されました。メッセージを送信するためには Enter を押さなければなりません。なので Enter の入力も自動化させます。これはキーダウン関数を使います。Enter を指定します。実行すると送信できました。送信内容を用に変えて実写で確認してみます。ターミナルから実行します。キーボード、マウスには触っていません。用と入力されて、スマホアプリ上でメッセージが送信されているのが確認できます。次に複数のメッセージを送ります。これも単純にフォーループを使います。10個のメッセージを送ります。あらかじめ定型のメッセージをいくつか考えておきます。ここでは適当にリストを作って、その中に英語のメッセージをいくつか入れておきます。そこからランダムに1つのメッセージを選んで送信します。リストからランダムの要素を1つ取るには、ランダムというライブラリを使います。ランダムライブラリのチョイスを使えば、リストからランダムに要素を1つ取得することができます。ここでは間違ってサンプルを指定してしまいました。ちなみにサンプルではサンプル数を指定することができます。チョイスでは1つしか返ってきません。複数返してもらいたいときはサンプルを使いましょう。
実際に実写で確認します。ターミナルからプログラムを実行します。キーボードマウスには触っていません。メッセージが入力されてエンターで送信されていることがわかります。メッセージはランダムに選ばれています。スマホアプリの本を見てみると結果が同期されていて同様に送信されていることがわかります。Python を使って LINE のスタンプ送信、メッセージ送信を自動化しました。冒頭でも言った通り、いたずら目的で大量のメッセージを送信すると最悪バンの可能性もあるので注意してください。プログラミングを使えば本当にいろんなことができます。例えば今日紹介した作業自動化です。今日はちょっとエンタメ要素を交えて身近なアプリでも自動化できるということを紹介しました。エンジニアの仕事の中では地味な作業、とか人手で時間がかかる作業をプログラムを書いて自動化させることがよくあります。そういった自動化作業が得意だと仕事の効率も上がり企業からの評価も高いです。今日の動画をきっかけに皆さんの周りでも何か自動化できる作業はないか探してみてください。もしかしたら Python や今日紹介した PyOutGUI が使えるかもしれません。この動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーの提供でお送りしました。今日の動画が面白かった、ためになった、勉強になったと思った方は高評価チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。何かわからないことがあればコメントもぜひよろしくお願いします。今日紹介したプログラムを試してみたいけど送ってもいいような LINE の相手がいないという方は概要欄の方に僕の LINE 公式アカウントを載せているのでそちらを活用ください。ではこれからも動画更新頑張っていきたいので高評価チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ではまた。